今朝、熊は三枚川が流れる橋と奥側にある小学校の中間地点あたりで目撃されました。そしてその後、小学校の方向へと向かっていったということです。午前6時過ぎ、札幌市南区でランニングをしていた男性が三住一条4丁目の路上で体長 1.2 メートルほどの熊1頭を目撃。50メートルほど先にある三住小学校の方向に歩いていったと警察に通報しました。三住小学校は児童の安全を確保するため臨時休校となりました。まさかと思ったね。もうこういう雪降ってるしね、普通に山に帰るじゃない。午前10時ごろに市の担当者が付近を調査しましたが、これまでのところ足跡などの痕跡は見つかっていないということです。そろそろ冬眠する時期ではあるかと思うんですけど、冬眠前に最後餌を探しに出てくる可能性はあるかなと思うんですけれども、ゴミ出しは夜に行わず朝、出していただくというようなことに徹底していただきたいなと思っております。熊の目撃が相次ぐ一方、雪は積もり、いよいよ本格的な冬が到来。今日の道内は真冬並みの寒気が流れ込み、十勝の陸別町ではマイナス 13.9 度を記録するなど、道内70以上の地点で今季最低気温を更新。また日本海側で大雪となり、午後2時の時点で上川の音威根府村では63センチの積雪を記録し、札幌南区の小金湯でも28センチとなりました。12月でしょ、明日からこのぐらいは覚悟してます。一挙に降ったもんね。嫌な冬が来るよこの雪を待ち焦がれていた人たちもいます。札幌国際スキー場が本日オープンしました。早速多くの人が楽しんでいます札幌国際スキー場は雪不足のためオープンを2週間ほど延期していましたが、今日念願のオープンとなり、平日にもかかわらず昼ごろまでにおよそ500人が来場したそうです。オープン初日から柔らかいふわふわ雪で最高でしたハイシーズン並みのすごくいい雪と、雪もすごく深くて楽しめたんで最高です。昨日のお昼に分かって、もう万歳って感じですかね。もうみんなでグループラインでやった、いけるみたいな感じです。はい、まあ、嬉しいの一言ですね。でオープン、まあ、ずれましたけど、まあ、コンディションは最高のコンディション整えてオープンできましたので、まあ、ぜひ楽しんでほしいと思ってます。